アメリカメジャーリーグ、エンゼルスの大谷翔平選手は、昨シーズン、二刀流の選手として、満票で、アメリカンリーグの MVP を受賞するなど、歴史的な活躍を見せてくれました。そんな大谷選手のバットを提供しているのは、日本のスポーツメーカーである、アシックスです。昨シーズンが始まる前に大谷選手は、バットの素材や形状を変更したそうなのですが、それは一体、どういった変更だったのか。2014年の日本ハムファイターズ時代から、大谷選手の用具をサポートしているアシックスの担当者が教えてくれました。アシックスによると、2020年の12月に大谷選手と面談し、昨シーズンの用具について話し合ったそうです。昨シーズン大谷選手は、打者として46本塁打、100打点、26盗塁という、素晴らしい成績を残しました。アシックスによると、大谷選手のバットに対するこだわりの一つが、その素材なんだそうです。ボールを弾き返すというイメージを変えたいという、大谷選手の要望で、これまで使用していた青玉という、柔らかくて、しなやかな素材から、バーチという、より硬い素材に変更しました。昨シーズン、大谷選手は初めて、バーチの素材のバットを使用しました。大谷選手の要望は、素材だけでなく、バットの形状にも及びました。大谷選手は、打球の飛距離には困っていませんと話す一方で、ミートする確率を高めたいんですと、要望したそうです。そこで、メジャーリーグ1年目から変えていなかった、バットの形状を、変更することにしました。ボールを捉える芯の部分を、グリップの方向に広げ、バットを太くしたのです。この素材と形状を変更した、新しいバットを使用した大谷選手は、より正確に、バットをコントロールできる形状に変わりました、とコメントし、MVP の受賞につながったのです。大谷選手のバットといえば、こんなこともありました。それは大谷選手が、メジャーに移籍した、1年目のことでした。大谷選手が所属するエンゼルスは、ロイヤルズと対戦したのですが、大谷選手がこの試合に、7番 DH として、先発出場しました。エンゼルスが1点を追う8回、大谷選手は、相手投手が投げた低めの変化球を、センター前に弾き返して、メジャーで3度目となる、マルチヒットをマークしました。後続の打者も続いて、大谷選手が決勝点となるホームを踏み、エンゼルスは、鮮やかな逆転勝利を収めました。この試合は、平日のデーゲームにもかかわらず、4万人を超える観客を集めました。もちろん観客の多くが、大谷選手目当てであることは、言うまでもありません。大谷選手はその試合まで、打者としては、30打数11安打、打率3割6分7厘、11打点、3本塁打という成績でした。投手としても、2試合に先発し、2勝、防御率 2.08 という好成績を挙げ、二刀流の選手として、存分にその能力を見せつけていました。しかし、大谷選手がメジャーに移籍した初年度のオープン戦では、打率1割2分5厘、防御率は 27.00 と絶不調で、口の悪い評論家からは、高校生レベルとまで、揶揄されていました。そんな大谷選手が、短期間の間に、劇的な変貌を遂げたのです。アメリカの野球解説者は、大谷は、オープン戦の後半から、足を上げない、すり足打法に変更しました。大谷にその理由を聞いてみると、バッティングの無駄を省くのが目的だったそうです。メジャーのスピードボールや、打者の手元で変化する、ムービングボールに対応することが、大きな目的でしたと、話してくれました。しかし、大谷選手が短期間に変貌を遂げた理由は、これだけではありませんでした。大谷選手を短期間で変身させたのは、13ミリの進化も、大きな理由だったのです。それは、キャンプ中の2月19日のことでした。この日から、野手陣もキャンプに合流しました。彼らは、二刀流の大谷選手に興味を持ったようで、打撃ゲージの後ろで順番待ちをしていた大谷選手のもとに、集まり始めました。何人かの選手は、
大谷選手に話しかけて、大谷選手が日本から持ってきた黒いバットを借りて、しばし談笑していました。一見すると、ごく普通のキャンプの風景です。しかし、それは、その後の大谷選手の活躍を予感させるものでもありました。大谷選手は、メジャーリーグへの挑戦を決意すると同時に、新しいモデルのバットを取り寄せました。大谷選手が高校時代から使っていたものは34インチの長さのバットだったのですが、それを33インチと2分の1の長さのものに変えたそうです。その他のバットの重さやグリップの太さは変更しませんでした。バットを短くした理由は、すり足打法と同じくメジャーのスピードボールに対応するためでした。先ほどの解説者は、メジャーで使われているバットの標準的な長さは34インチ、約86センチです。33インチと2分の1の長さのものを使用している選手もいないわけではありません。33インチのバットに関しては、ごく少数の選手が使っているといったところですねと教えてくれました。大谷選手がこの約13ミリ短くしたバットを使いこなせるようになったのは、オープン戦が終了した後でした。たったの13ミリとはいえ、バットを短くするとそれだけバットの芯の箇所も手元に来てしまいます。バットを変更した当初は、大谷選手自身は仕留めたつもりでいても飛距離が出ないことが多くありました。それがすり足打法に体が慣れてくるにつれて、13ミリほど手元に来た芯の箇所でもジャストミートできるようになってきました。先ほどの解説者は、大谷がバットの長さを短くしたのは大正解だったと思います。バットが短くなった分、メジャー特有の小さく変化するボールの変化にも対応できるようになりましたからね。直球が来たと思ってバットを出し、途中でカットボールだと分かったら、バットのヘッドを少し下げて対応できますからね、と話しました。つい先日、今シーズン大谷選手が使うバットがアドバイザリー契約を結ぶアシックスから発表されました。前年のモデルから芯の部分を手元寄りに広くしたそうです。アシックスの関係者は、大谷選手からは詰まり気味の感触を良くしたいとの要望がありました。振った感じとスイートスポットがよりマッチしていると、誰にでも使いやすいバットになると思います。テクニックはそんなに必要なくなるかもしれません。振り抜きやすさを追求するため、先端部の振り抜きも深くしました。昨年のバットと同様に、飛距離よりも操作性を重視したバットです。重さ 905g 前後、長さ 33.5 インチ、約85センチ、素材のバーチは変更しませんでした。大谷選手の状況によっては、2021年に使っていたバットを継続して使うことになるかもしれません、と話しました。昨年使っていたバットは、詰まり気味でも飛距離が出せるという強みがあったのですが、ホームランを打った打席でさえも手に痛みを感じたことがあったそうです。大谷選手はバットの変更について、同じバットでずっと行くということはないと思います。僕自身のフィジカルも高くなっていってますし、それによってバットを変えていくこともあると思います。いろいろ変えた方が単純に面白いなとも思っていますしね。もしかしたらずっと同じバットで行くかもしれませんが、他のバットを試さないということはありません、と話しました。大谷選手は肉体も道具も進化を求め続けているんですね。間もなく始まる新しいシーズンでの大谷選手の活躍が本当に楽しみですね。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。